皆さんこんばんは。私たちエンジェルナンバーです。よろしくお願いします。自己紹介します。小学4年生10歳の綾乃です。小学4年生10歳のりなです。小学3年生8歳のグリンです。小学5年生の山田の11歳です。よろしくお願いします。今日はクイズ大会をやりたいと思います。イエーイ。じゃあルール説明をします。まず私たちが3択でクイズを出すので分かった人は手を挙げてください。じゃあ脳からどうぞ。はい、私の好きな動物は何でしょう。丸1問トイプードル、丸2問ポメラニアン、丸3チワワ、どれでしょうか。分かった人は手を挙げてください。はい、惜しいです。はい、あ、どうぞ。これ、はい、惜しいです。違いました。好きな動物じゃなくて好きな犬。丸1問がトイプードルで、丸2問がポメラニアンで、丸3がチワワです。はい、どうぞ。正解です。じゃあ第2問、ルリンちゃんです。ルリンの靴のサイズは何センチでしょう。丸1、17センチから18センチ。丸2、21センチから22センチ。丸3、20センチから21センチ。どれでしょう。分かった人は手を挙げてください。どうぞ。違います。金曜が外したぞ。金曜外したぞ。正解です。じゃあ丸3問目です。じゃじゃん。リナの服のサイズは何センチでしょうか。丸1番120センチから130センチ。丸2番140センチから150センチ。丸3番は130センチから140センチです。分かった人は手を挙げてください。正解です。じゃあ第4問目どうぞ。私の身長は何センチでしょうか。丸1番140センチ、丸2番145センチ、丸3番150センチです。分かった人手を挙げてください。
三番。違います。わかりません。違う。誰だと思いますか？分かった人は手を挙げてください。はい。全部。違います。落ちた。出ると思いますか？わからない。なんだこれ。はい、じゃあ、もう答えた？違うの？なんとなく？どうぞ立ってください。光に導かれた白い
がとうございます。